福岡市博多区にある新築マンションです。新型コロナの感染対策を意識し、非接触型の設備を取り入れています。このように扉に近づきますと、自動で扉が開くようになっております。ポケットやカバンに鍵を入れておけば、センサーに反応して扉が開く仕組みで、何も触れずに中に入ることができます。こちら駐輪場ですよね。はい、そうです。これも自動的に開けますよね、はい、自転車置き場の出入り口も同じシステムになっていて、買い物帰りなど手が塞がっているときはとても便利です。さらに多くの人が触れるエレベーターにもタッチレスの機能が。ボタンに指をかざすだけで操作することができます。また部屋の中は Wi-Fi が完備されていて、テレワークやオンライン授業などに使えるワークスペースを設けています。専用のこういった照明もございますので、気持ちよくお仕事会議等に参加していただけると思います。代わっては福岡市早良区にある新築マンションです。入り口は顔認証でロックが解除され、部屋の玄関はスマートフォンのアプリで施錠ができます。さらに部屋に入ると広い土間があり、ここから直接洗面台にも行くことができます。こちらでホコリなどを落として安心してお部屋の中に上がることができます。不動産情報を提供するアットホームの調査によると、部屋探しに求める条件はコロナ禍の前と比べると在宅ワークのための設備がポイントになったことが分かります。2部屋以上っていうのをこう住んでこうプライベートも、テレワークとかそのオンオフ両方ともできるみたいなところ、こちらをこう重視される方がいるので、おうち時間を充実させるという住まい探し、こちらが進んでいくと思っております。一方、最近ファミリー層に人気なのが戸建ての賃貸物件です。こちらの 3LDK の物件は駅地下ということもあり、家賃が18万5000円と少々高めですが、おうち時間が増えた今、隣の生活音などを気にすることなくゆったり過ごしたいという人たちから問い合わせが相次いでいます。もちろんテレワークに対応した設備にも力を入れています。こちらお二人横に並びに座ることもできまして、こちら左右にですね、下にコンセントやランのポートもついておりますので、非常に便利な設備を設けております。その他ですね、こちらに専用のコードなどを通せる穴もついておりますので、整理整頓も非常にすっきりとした空間を作ることができます。お子様の人数などのライフスタイルに合わせたお引越しであったり、ご転勤などお仕事に合わせたお引越しなど、お気軽にお部屋の住み替えをすることができるのが人気のポイントになっております。